心を高く上げて神様の御名を賛美いたしましょう。ご起立できる方はご起立ください。皆様で口読文を読み交わしましょう。私たちの主よ、あなたの御名は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。あなたは幼子と血の御子たちの口によって力を打ち立てられました。あなたが整えられた月や星を見ますのに、あなたがこれに心をとどめられるとは、あなたがこれを顧みられるとは、これに栄光と誉れの冠をかぶせられました。万物を彼の足のもとに置かれました。空の鳥、海の魚、海路に通う者も、ご着席ください。
明けましておめでとうございます。新しい年、元旦礼拝はあまり行われないのでとても嬉しく思います。お正月最初の日に神様を礼拝して1年を始めることはね、素晴らしい恵みです。それではお祈りいたします。全知全能の父なる神様、あなたの恵みと憐れみの中、この新しい年、元旦の日を迎えることができ本当に感謝いたします。神様が私たちに与える計画を感謝します。主が与える計画は平和の計画です。災いの計画ではないことを感謝いたします。素晴らしい将来と希望を与えるための計画を与えてくださり感謝いたします。今日も病気の人がいて体の痛みがある人もいます。生活で悩んでいる人もいます。人生の本当の意味を考えている人も多くいます。どうか誠の神様に出会う年を与えてください。信仰が深くなる年を与えてください。希望が与えられる年を与えてください。喜びを持つ年を与えてください。神様がどれだけ愛しておられるかを経験して分かる年を与えてください。私たちが知って犯した罪、知らないで犯した罪を許してください。イエス様の血によって私たちを清め、一年を始めさせてください。またこの教会を守って支えてください。小さな群れである日御部をどうぞ主が顧みてください。御言葉に従う信仰を私たちのうちに今日新たにしてください。今年もあなたが私たちを豊かに祝福してくださる年であることを祈り願い、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは皆さんご一緒に使徒信条を一緒に読みましょう。告白しましょう。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまえり、我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それでは主の祈りを一緒に捧げましょう。主の祈り、天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を拝読いたします。エフェソ人への手紙第3章14節から19節。こういうわけで私は御父の前にひざまずいて祈ります。御父から天と地にあるすべての家族がその名を与えられています。どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めて、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、
愛にしっかりと立つものとしてくださるように、またあなた方がすべての聖なる者たちと共にキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の満ちあふれる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように。これは神様の御言葉。皆さん、おいしいお正月のご飯は食べましたか？これからですか？先週はですね、ちょうどクリスマス礼拝でしたので、年末礼拝というのがちょっと持てなかったんですけれども、今日はですね、ちょっとそれにちなんで2022年度を考えて、今日は新しい年を迎えたいと思います。2022年度の流行語大賞っていうのが決まったんですね。それが何かって言ったら、そうですね、村神様とかいうやつなんです。で、これね、私何だろうとちょっと思ったんですよ。他にもいろいろいい言葉があったらしいんですけれども、特に私がちょっと好きだったのはヤクルト1000とかいうやつですね。一度飲んでみたい、それほど体にいいというので、まだお店で見ることができないので飲めないんですけれども、いろんな流行り言葉を見て村神様がトップでした。村神様っていうのはプロ野球選手、村上選手のことなんですね。で、ホームランをいっぱい打った選手で、神様のように崇められるほどみんなが熱狂したそうです。で、彼のニックネームが村神様だったんですね。別に神様じゃないんですよ。でも村上選手に様をつけたんですね。で、今シーズン王貞治っていう昔すっごく有名な選手がいたそうです。で、彼がですね、記録を持っていたんですけども、その記録を破る56号ホームランを打ったらしいんですね。そうするとですね、もうみんな喜びまして、すっごい、これは偉業だと言ったんです。それが流行語大賞になったきっかけでしたね。みんなが神様みたい、普通無理でしょうというところですね。で、村上なので村神様で、なんか神様みたいな言葉になってしまったんですね。いつの時代も熱くさせてくれるものは普通じゃない奇跡のような出来事です。で、どっかでですね、今日この村神様、神様、村上、ミスター村上っていう感じですね。私たち人は神様を思う心がどっかのスペースにあるっていうのが分かるんですよ。自分の力ではもう無理という時にですね、で、神様だなこれはと感じるように作られています。で、去年私NHK の大河ドラマの鎌倉殿の13人っていうのを見まして、もう終わりましたけれども、放映された時とっても面白いドラマだなとは思ったんですね。
で、主演は小栗旬という俳優さんでした。で、彼は最初欲のない好青年だったんです。ところが年を取るにつれて変わります。政治の中で、祭りごとの中で、まあ、すっごく権力を持つんですね。それを維持するために人を殺す人に変わっていくんです。で、彼はね、素晴らしい役者さんです。でも、その彼が言うんです。役者人生の途中、一度大変なことになってしまったと言うんです。そして彼は変わったんです。28歳でした。何があったんだろうと彼が言うんですよ。28歳の時、仕事、舞台の主演を務めていた時です。その時倒れてしまったんです。病気です。朝起きたら、どんな病気かったら、全身に、ね、力が入らないんですね。で、シャワーを浴びたら、どこに頭があるんだろうか、頭が洗えないんですよ。どこにあるか分かんないから。で、意識がね、朦朧として、ですぐ病院に行きました。で、診断はこうでした。若年性の更年期障害、更年期でした。28歳で更年期になったんです。で、水とか飲むでしょ。そしたらね、口からビヨーってこぼれるんですよ、水が。筋肉が動かないんです。あ、ちょっとベル麻痺になるとそうなりますよね、顔面麻痺で。彼が言うには、体が壊れちゃった、病気になったんだけど、それは壊れてしまったんです。機能しなくなってしまいました。若くて更年期です。どうしたらいいのか。で、そこでですね、彼は頼るんです。何に頼るかって言ったら、神様に頼りました。で、芸能神様がいると人に聞きまして、そこまで行ったんです。その年以来、彼は必ずお参りに行って、神様をまず基本に置いて仕事に励むそうです。人の力では無理と感じる時がやってきます。神様の力に頼らないと生きれない時がやってくるんです。これ、人が必ずたどり着く目的地です。偉業を達成すると、自分って結構すごいじゃんと、天才かもと思うかもしれません。でも、基本神様の力があるからだというのを覚えさせられます。自分の力に頼って仕事に邁進していくと、必ず体が壊れるか、どっか問題が起こります。体は衰えます。まあ、28歳でね、更年期になるっていうのはあまりないんですけども、でも衰えます。体は疲れます。働きすぎると腰が痛くなりますね。で、忙しすぎるとミスが出ます。頭のキャパに入らないからです。あ、忘れたっていうことがあるんです。途中どっかで人生おかしくなります。体調がだけじゃなく、ストレスになるっていう言葉ですね。だからね、皆さん、私たちは神様に頼ることを教えられるんです。礼拝は欠かしちゃいけないんです。まあ、小栗旬ではないですけれども、基本神様を礼拝して人生、仕事に邁進するんです。その上に、神様の上に努力を重ねます。それほど神様の働きの基礎があってこそ、人は光るんです。マタイの2章で、このインテリの博士たちがですね、星を見てイエス様のところにやってくる、この話しましたよね。みんなから尊敬されている大先生たちでした。でもね、特別な王様が生まれたと知って、わざわざ遠くから礼拝しに来たんです。それはね、嬉しくて喜び満ちて、ここだ、礼拝できると思った時、心が踊ったんです。まだイエス様に会って礼拝してないんですよ。まだ会ってないのにドキドキするんです。そして会った時に、ああ、イエス様だと思って礼拝をしたんです。そこでは
心のこもった贈り物もしましたね。3つしたって話しましたね。自分の仕事や肩書きや研究以上に大事な王様がいると、このインテリの博士たちはよく分かっていました。頭の良い知識人でも同じように神様はとっても大事でした。なぜならこの王様は世界を変えるすごいお方です。平和に導くお方なんです。どんなに頭がいい大先生であってもできないことがあります。それは世界を平和に収めることです。祭り事っていうのは結構大変です。結構じゃない、めちゃくちゃ大変です。人はね、勉強して夢を持っていきます。邁進するっていうんですけども、仕事も努力して働きます。でも平和がなければ仕事もなくなります。学校に行って勉強することもできません。熱くなる心、楽しい人生、偉大なる働き、功績、途中苦しくなって体が壊れた時にはどうするんですか。必ず一度二度はやってきます。病に倒れたり、なんか日々の生活に飽きるんですね。もうこんなの嫌だなと思う時がやってきます。悪い人の働きに心が折れる時があります。なぜ生きているのか分からなくなって、もうメンタルが続かないからもう生きるのをやめようかなと思う時もあります。そんな時、神様の力に頼るということを覚えないといけません。12月になるといろんなメールがやってきます。クリスマスメールですね。特に宣教師の先生方は1年どんな年だったかっていうのをですね、ハイライトを手紙に書いてくるんです。私、日本で宣教する宣教師の先生ってすごいなと尊敬しています。生活が豊かかった、全然豊かじゃないんです。働きながら一生懸命伝道してるんです。でも神様の働きに喜びを覚えて邁進している姿を見るとね、すごいなと思うんです。若い20代の宣教師たちがですよ、社会の流れ、どれぐらい成功してお金を儲けるかじゃなくて、どれぐらい神様の働きを喜んで邁進するかに力を注いでいるんです。神様に頼る生活を毎日しているんですね。クリスチャン生活は神様の愛の中に根を張ります。基本は神様と神様の愛です。エペソの3章17節に愛に根ざした生活というところがあります。神様の愛に基本、基礎の上で邁進するように教えているんですね。日本での宣教はね、とっても楽しくないんです。楽しいけど結構難しいんです。ちょっとアメリカと違うんです。楽じゃないんです。簡単じゃないんです。なんて言ったって一人がクリスチャンになるのに何年かかるか知ってます？皆さん、ものすごい年月をかけて一人がやっとクリスチャンになるんです。それをね、クリスマスのレターに綴るんです。どんなことがあって彼がクリスチャンになったのかっていうレターがやってきました。もうようやるなぁと私感心して尊敬してしまうんです。神様の素晴らしい奇跡を見て喜び踊るレターがやってくるんです。ノアという宣教師夫婦からのレターでした。数年前、ある男性に出会いました。もう数年前の話ですよ、皆さん。それからです。彼は子供の頃からね、ずっとずっといじめられて大きくなりました。だから人と付き合うのが怖くて、社交性はありません。友達はいない。大人になって友達はまだ一人もいませんと本人がそう言うんですよ。
僕はいまだに友達が一人もいない。で彼はね、ちょっと出会ったので一緒に聖書の勉強とはいかないんですね、聖書を一緒に読もうということになりました。そうするとですね、読むだけですよ、聖霊が働き始めまして、彼が心がだん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 と変わるんです。そのうち僕もこのイエス様を信じたいという心に変えられました。それから彼は、その宣教師が生活のためにしている伝道のためのカフェがあるんですね。カフェで一緒に仕事をお手伝いしてと頼んだんです。そして彼はですね、人と付き合うのが上手じゃないでしょ、普通に話すこともできないんですね、おどおどして怖いから人が。でも彼は仕事を初めて始めたんです。先月カフェでスポーツの話で盛り上がったんです。何ですか、村神様ですよ皆さん、ね、神様じゃない村神さんのことです。その時その彼がぼそっと言ったんです。ノア、クリスチャンの一番いいとこなんだと思う？と聞きました。そう、教えてほしい。ずっとクリスチャンの人分かんないんですね。何がそんなクリスチャンがよくてクリスチャンやってるんだろう、ちょっと聞きたい。それはね、恐れがなくなること、恐れから自由になること、プライドとかね、いろんなこと全部自由になるよと彼が言ったんです。なんでプライドなんだろう、ちょっとよくわからないけど、どんな意味か聞いてみたくなったので、どういう意味と言ったんです。ちょっと違うんだよ、これは。プライドはね、僕にとっては恐れの一つだ。僕にとってはね、いつも僕は人のこと、僕のことを人がどう思ってるか怖くてね、いつもそれでビクビクして恐れが心を支配していたと。失敗したらみんなからやじられて、いじめられる、そうやって成長してき、毎日いじめられてきたんです。どうしようどうしようといっつも怖かった。なんかね、グループにうまく入れない、人がいてもグループにどうやって入っていいかもわからないし、村八分にされるし、怖くってプライドが僕をコントロールしていたみたいだよ。だって僕はいつも正しくやりたい、失敗なんかしたくない、みんなのグループの中にうまく入りたい、周りから尊敬もされたいし、いじめられたくなんかないと思っていたんだよ。でもイエス様に会って僕はちょっと変わったよ。自由になった。もうこんなことに縛られてたらダメだっていう神様が、イエス様が教えてくれるんだよ。失敗してもいいよ、尊敬されなくてもいいよ、間違ったっていいよ、それでも神様は僕のことを愛してるよと、大好きだよと教えてくれる。だから僕は福音を伝えたいんだ。カフェで働いているスタッフにもそうだけど、お客さんにもみんなにこの福音を、グッドニュースを伝えたいんだよ。私この話聞いてね、ちょっと感動しました。とっても簡単な話かもしれませんけれども、でも彼はね、本当に真実で心がこもった話を伝えてくれたんです。エピソの3章に内なる人と書いてありますけど、生まれ変わってね、クリスチャンになって新しくされます。でもね、それがね、新しくされたんだけど、もっとどんどん変わるんです。もっとピカピカ磨かれるように光り輝いていくんです。顔も同じ、髪型も変わらない、もっと髪の毛が抜けていくかもしれない。でも自分を強くしてくださる神様を見ていると、どんどん自分が神様によって変えられていくんです。
まず基本は神様の愛に根ざした生活を始めることです。やってみて、騙されたと思って一回神様を信じて神様の愛を基本と思って礼拝に参加して生活してみてください。神様の愛の広さとか長さとか高さとか深さを理解する力が与えられていくんです。私たちが知る、人が知る以上に神様の愛はね、広くて深いんです。イエス様の愛に触れると人は変わります。素晴らしいことが心の中で起こるんです。2023年の祈りはですね、イエス様の愛を理解できる力が与えられますようにです。主の愛を経験するということですね。触れることができるように、口先で読める、口先では言えるんだけどね、経験すると、ああいいな、やっぱいいな、クリスチャンはという、あの証しのように私たちは理解できるようになります。最後にエペソの手紙一緒に読んでみましょう。こういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名の元である父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒とともに、その広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知を超えはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。2023年満たされた一年であることを祈りたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、新しい年を感謝します。イエス様の愛を理解して経験して触れることができる素晴らしい一年を願います。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。いる方はご起立ください。朝に夕に絶えず
簡単ですので、餅が用意されています。皆さん1個ずつお持ち帰りください。あときなこせんべいもありますので、お家にお持ち帰りください。これはですね、日本の、椎名兄弟姉妹からカードが届いているので少し読みたいと思います。以前ここにおられた方で今日本にお住まいの、方です。このクリスマスシーズンにギフトを贈れることを嬉しく思います。クリスマス献金を送ってくださったんですね。毎年送ってくださるんです。教会の皆様はお元気でいらっしゃいますか？皆さん元気ですか？はい、見えるかな？ YouTube で後で。日本ではまだコロナの感染が広がり注意が必要です。また世界ではロシアとウクライナ、北朝鮮の問題など解決しなければならないことがたくさんありますね。来年は2023年は良い年になるように祈るばかりです。皆様がご健康に過ごせますように。椎名裕二恵子、2022年12月に届きました。ありがとうございます、椎名兄弟。それではお祈りいたします。2023年元旦です。 主を礼拝して、そして邁進して生きていきたいと思います。私たちの主イエスキリストの素晴らしい恵みと父なる神様の優しい愛と聖霊がくださる親しい交わりがどうぞ一人一人の上にありますように。アーメン。